三原市大遺跡三原市大遺跡は愛知県名古屋市南区の笠寺公園にある遺跡。笠寺大地の桃園に位置している。最古で約2万年前の旧石器時代の石器が出土している。他、縄文時代のものとされる土器片なども出土しているが、1940年に銅鐸を模した銅鐸系土製品と呼ばれる。 土器編が出土したことからその名を知られるようになった。これは1937年に、名古屋市西区の西芝貝塚に次いで、日本で2例目として学会に報告された。隣接する桜田貝塚では1917年から翌年にかけて、弥生時代の魚形土器が見つかっていたため、当時からこの地域の遺跡については、考古学者の注目を集めていたという。戦後、 公園整備計画が持ち上がり、それに伴い1964年に調査が行われた結果、弥生時代に作られた、東西約120メートル、南北約200メートル、幅、深さとも約4メートルの観号に囲まれた集落跡が検出された。この集落自体は200年ほど続いたと考えられているが、朝日遺跡など、名古屋市周辺の複数の観号集落で観号が、 埋められていくのに時期を合わせるように三原次第でも、官護が埋められており、この地域での勢力の統一が行われたことを示唆する説がある。三原次第からは現在までに200件以上の縦穴住居跡が重なり合った形で、検出されているが、古墳時代の遺構はほとんど検出されていない。平安時代以降には、集落が存在した他カサ観音の事情となった時期などもあり、 平安時代から室町時代にかけての陶器などが出土している。近代になってからは太平洋戦争時に校舎砲6機が設置され、そのうちに気分の土台などが残されている。三原市大高校資料館は三原市大遺跡に関する資料収集、調査研究、展示を行う遺跡博物館として設置された。建設にあたっての事前調査で、 次々と遺跡が見出されたために建設予定地を何度も変更することとなったが、最終的に昭和54年に開館。現在では、市内の埋蔵文化財の発掘調査なども行っている。学芸員の服部哲也は、高校学落語を創作し、桂旧スズメが演じている。演目は産、縄文さん、ハニ盗人の二代、三原次代を含めた、 市内の遺跡からの出土品などを展示している。縦穴式住居跡のレプリカが展示されており、一棟は住居が復元されている。調査団を組んで行われた第1時から第18時まで以降、毎年夏に公募による市民発掘が行われており、2009年度で49回を数える。8月に催される市民見学会においては、発掘に参加した。 市民自身による説明が、9月には調査報告会が開催されるほか、毎月1回には月並み晴らしの日として出土品の整理作業が行われるなど、市民参加型の活動が継続されている。2006年の第46次発掘調査においては、B 区から戦時中打ち落とされた B-29 型爆撃機の垂直尾翼と見られる金属貝が見つかった。 2008年の第48次発掘調査は、隣接する桜田海図解析の発掘調査も並行して行われた。常述のごとく見晴市大遺跡には、昭和17年に校舎法陣地が構築され、一個中隊が配備された。88式7センチメートルや線校舎法6門が、陣地南側に25メートル間隔で弧を描くように、設置された。 昭和19年には、校舎法代替本部もここに置かれた。戦後の発掘で、弊社、通信事務所、通信ケーブル工などの跡が見つかっているほか、様々な部品、工具、日用品などに加えて、装填訓練のために使用された木製の砲弾や、前述の金属塊、観測用機器の部品、途中に埋没した砲咲きテーブなども発見され、2機の砲座跡と砲。 川段役子が公園内に保存されている。名古屋市見原市大高校資料館に関するカテゴリー。ありがとうございます。